大型で非常に強い台風10号は勢力を維持したまま現在九州に最も接近しています。大雨や暴風などに最大級の警戒が必要です。大型の台風10号は非常に強い勢力で九州の西の海上を北上しています。九州では6日夜からさらに雨風が強まり、鹿児島県中之島や枕崎で瞬間的に45メートルを超える暴風を観測しました。また局地的に非常に激しい雨が降り、24時間で降った雨の量は宮崎県の神門で 522.5 ミリを観測しました。九州の雨風のピークは7日午前にかけてとなる見込みです。暴風や大雨だけでなく、高波や高潮も記録的になる恐れがあり、引き続き最大級の警戒が必要です。